韓国から指名手配されてるただ一人の政治家、日本国民党代表、前葛飾区議の鈴木信之です。ブログで取り上げた留学生、3月になって1日3500人が1日5000人になり、で14日から1日7000人、つまり10万人から20万人以上、アップしたわけですよ。外国人が入ってくる。もちろんこれは観光客は含まれないんですが、うち京成線なんでね、空港線なんで、まあ家族連れのアタッシュケース持った人たち入ってきてます。まあ国内にね、誰かしらいれば、入れるんですね、実はね。入れる手立てがあればね。これ重要なことなんですね。これウクライナ難民なんかこれから入ってきて、日本財団なんかも、50億とかって予算組んで難民にお金をあげてね、支援するっていうんですけど、欧米見てますと残高証明なければ入れませんからね、ウクライナ避難民でさえ、つまり、それほど国内に入れるっていうのは厳しい審査を必要とするスクリーニングかけるということですよ。まあ日本はね、この留学生にもお金あげます本当にね、馬鹿げてる。で、ブログで取り上げたのは、留学生のデリヘル、つまり売春婦ですよ。でね、鈴木信之の特徴っていうのは、鈴木は韓国けしからんと、いや韓国在韓米軍なくなったら滅びますからね、韓国なんか滅びちまえなんて言いながら、鈴木は韓国人とお付き合いしてます。というのは、韓国やっつけようと思ったらやっぱ韓国人と付き合わなきゃ、やっつけられないんですよね。日本からただね、犬の遠吠えしてもしょうがない。で、中国共産党ぶっ潰したいと思ってます、これは本当に思ってるんですが、だからこそ6月4日も天安門、今年は集会ありますからね、天安門で、日本やアメリカへ逃げてきてる人たちの、支援、長年やってきてます。やっぱり、中国と戦おう、中国共産党と戦おうって言ったら、中国人と組まなければこれはできない。だから、鈴木はもちろんフィリピンもね、東南アジアもお付き合いしてますけれども、危機感を抱いているのは東南アジアもみんな、このまま行くとフィリピンも含めね、タイなんか特に決済まで、デジタル人民元になろうとしてますから、中国に席巻されてしまうと。だからそれだけに中国のね、人たちとも交流しながらね、情報を取っていく、反共産党の中国人と組んでいくということが重要なんです。で、だからこそいろんな情報入ってきます。留学生、岸田首相は、我が国の宝だって言うんだから大笑いですよね。日本の学生だろねえねえ、日本の学生だろ、宝は日本の若者や子供たちが宝なんだよ。留学生は我が国の宝だっていうのね。だからそんなにお金ばらまくのかと思うだけど、この留学生を5月末までに今ね、15、6万人待機してるんですよ。日本に入りたいと。で、少なくとも10万人以上、平日の国民を使って、まあ、15万人入ってくるんじゃないですか。5月末いっぱいまでね。まあ、1ヶ月ちょっとで入れるつもりですよ。だから、空港線も随分、外国人の顔が多くなった。でね、この留学生の多くなってきたら、まあ予想されたことなんですけど、笑っちゃいますよね。日本の宝、留学生という、シー黒人売春婦が若返ったってね。これは僕の携帯か、携帯じゃなくてスマホそこで使ってんだけど、スマホをもう一個持ってきときゃよかった。そのさ、データ送ってもらったら、じゃあ写真で見せてって言ったの。新しい、入荷してるって。入荷って物だから。物、商品だからね。
人間が人身売買ですよ、人身売買。国際社会で日本は人身売買してるって批判されてますけど、留学生が日本に入ってくると新しい売春婦の人たちが入ってきて若くなる。で、写真見せてもらったら、まあすごいよね、綺麗な方たちで、でもそういう人たちは高級娼婦だから、これまた市場に流れると違うらしいんだけど、まあでも総じてね、デリヘル、中国人のデリヘル嬢が、若返るっていうのは、まあこれコロナ禍では新しいそういう若者入ってこれなきゃね、どうしても年齢いった人も雇わなきゃいけないけど、今度は職にあぶれちゃうよね。まあそんな人の心配なんか しないけどさ、それだけ留学生が入ってきたら日本の宝ですから、C 国人の、売春婦も若返っていっぱい入ってきたと。で、僕もちゃんと写真でね、写真で見せてもらいましたから、まあお綺麗な改造してるかどうか知らないけど、方たちでした。でもね、これでいいのかね。これ犯罪ですからね、犯罪。でも犯罪云々っていうよりも、留学生ってやっぱこれさ、勉強しに来てる人もいるよ、もちろんいるよ、日本にね、だけど仕事しに来たいわけですよ。で、借金背負って来てれば週28時間しか働けないから、まあ手っ取り早く働くと。で、これ国別によって値段も随分違うね、国別によって。ねえ、こういうことでいいのかね、日本の入国制度、外国人労働者受け入れ制度、抜本から見直した方がいいんじゃないの。それでもう一つ憂えるのは、日本人の女性求めて、AV 女は中国で人気です。コロナ禍前はみんなあっち行ってね、稼いでました。で、インバウンドで来た中国人も日本人女性を買い求めて、だから梅毒が蔓延したのは鈴木の言う通りでしょ。10倍になっちゃったよ、感染者。どうすんだこれ。2月15日の政府広報でね、梅毒が蔓延してるから気をつけろなんて、どこから来たまで言えっつうのよ。だけどね、こういうさ、日本政府の対応はやっぱおかしいよ。で、何を危惧するかというと、向こうから来るだけじゃなくて、日本人女性を買いたい買いたいってね。でもこれは鈴木啓生さんなんかもずっと警鐘を鳴らしてました。コロナ禍でお金に困ったね、日本人女性が、だんだんアンダーグラウンドの世界に落ちていく。で、その中には実際に中国人買いたいって言ってんだから、日本人女性高いんだよ、高く売れんだよ、買いたいと、欲しいと、ね、そういう、もう需要があるわけで、これから日本人女性ね、外国人が人身売買だって日本を国際社会で非難されてたけど、日本人女性も売り飛ばされる時代になってきました。ツイッターでも書いたけど、去年から今年 OECD のね、経済予測では、去年から今年ちょっと良くなる。去年に比べると今年動き出すからね。で、これはアメリカもそう、日本もそう。だけど来年また落ちるんですよ。でも、国際社会、アメリカとしたら日本はもともと低空飛行だから、そこから落ちたら成長率、来年は日本はね 1.1 とか予測が出てました。ひどいもんですよ。今年、まだまだ厳しくなる、ね、原油高もあり、消費増税もされて、そして、経済予測では一旦上がりかけるけど日本は来年厳しいよという状況分析が出てます。だからそういう中でね、留学生も日本に稼ぎに来るけど、日本人の女性が海外に売り飛ばされるというようなね、こういう現実がこれから目の当たりにしてきますから、これね、大変な問題ですよ、大変な問題。
消費減税をする。これ物価高がね、計算すると大体 3% だって言うんですね、原油高の影響とかがね、だったら、消費減税 5% にしてね、上回るじゃないですか、カバーできるじゃないですか。5000円配るだのなんだのいうよりもね、一律に皆さん助けてあげればいい。それと私はね、例えば高級車乗ってる人に対しては、増税、その代わり低所得者には公共料金、無料とかね、そういう思い切ったね救済策。なんせ貧富の格差が拡大してるんだから、高級車買う人は100万円余分に払っても買うから、だけど100万円なんていうのは、もう夢の世界だっていう人たちがいっぱい生まれてくるんですよ。いや今現実にいるんですよ。この人たちの救済策をしなきゃいけない。外国人も稼ぎに来ますよ。留学生という名の売春婦、ね、短い時間で高く稼ごうとしてきますよ。そしてインバウンドが来れば泥棒も入ってきますよ。で日本人女性、貧困にあえてる日本人女性も売られてきますよ。こんな日本誰にしたんだ、憲法改正して国防を揃えて、そして経済力を経済を反映させて、いい日本国づくりするためにはね、鈴木伸之の話をもっと聞いてください。